ギム・ゲネンはアニメ版「リーンの翼」に登場するオーラバトラー。反乱軍が自前で開発し運用している唯一のオーラバトラーである。ヒキ、ギム・ゲネンは出せるか。我々は地上ビタの軍隊の基地に不時着をした。飛び回っているものは戦闘用の航空機だ。それは分かってます。今はみんなに点滴をやっていますから、動ける子たちから出動する確保はあります。ギム・ゲネンの開発。反乱軍が独自の技術で開発したオーラバトラー。リーンの翼のオーラバトラーの詳しい解説は別動画のオーラバトラー完全解説マニュアルをご覧ください。本機は戦闘用だけでなく作業用としても運用できるオーラバトラーとして設計された機体。これには北条軍に比べると反乱軍の国力や開発技術力の低さから戦闘だけに特化するような機体開発が行えなかったという背景がある。そのため大型で機動性も乏しく、北条軍の量産型オーラバトラーライデンよりも性能的に低い機体となっている。ただし大きな構造を生かした攻撃力は決して劣らないため、近接戦闘でその威力を発揮した。見た目も厚い上半身というマッチョな形状から力強さが想像できる。しかし機動性や数は北条軍のオーラバトラーには劣るため、手持ちの機銃や火砲に頼った戦術で補った。このように持ち場に合わせた集団運用をすることで北条軍との戦いに対応している。まだギム・ゲネンが3体いる。いや、後方からも出てくるようだが、地上人2人がいい陽動になる。反乱軍のオーラバトラーのコクピットは北条軍のものとは大きく異なるものの、兵器や操縦桿らしきものなどの基本的な部分は変わらない。他のオーラバトラーと同様にレーダーや通信機の類は装備しておらず、オーラバトラーの戦闘は基本近接戦闘が主なため、状況把握は有視界のみとなっている。とどう考えても有視界戦闘を行っているのだが、劇中では機体の目の神経がやられたというシーンもあり、詳細な仕組みは不明。目の神経がやられた。キャノピーの形状も大顔や七人のような視界の開けた作りとは異なり、どちらかというと雷電系列に近いもの。やや全部に備えられた丸い頭部も北条軍とは異なる形状で、頭部の中央に角がある特徴的な外観をしており、角と顔の間には若干空間がある。ギム・ゲネンの武装。オーラソード、刃から塚まで一体成形された光剣。剣に関しても北条軍の装備に比べると劣ったものであることは否めない。反乱軍の頭目アマルガン・ルドルなどはオーラフレームを刀身にまとわせて戦っていた。騎士王子は肩に背負っており、鞘は革製である。機関砲。本来水上艦かオーラシップかは不明であるが、艦砲であったものを転用した武器。機構的には20世紀前半の水準で作られた機関砲である。攻撃力の高い単装型の方から速射性の高い二連装機銃などを使用する。サイズの割に威力も命中精度も低いのがたまに傷。ガタ、いわゆる手榴弾。ピンを抜いて発火状態となると炭の置き火のようにぼーっと中で燃え始める。威力にばらつきはあるものの、おおむねサイズの割に大威力で、種類にもよるが爆風と焼夷効果双方による複合的な破壊が可能な高性能爆弾となっている。オーラバトラーはもちろんオーラバトルシップへの有効な攻撃手段としても運用された。ギム・ゲネンのスペック。分類、オーラバトラー。所属、反乱軍。開発、反乱軍。生産形態、量産機。動力源、オーラコンバーター。エネルギー、オーラ力。主な登場者、アマルガン・ルドル、キキアッテル、ヘベゲッテル、リュクス・サコミズなど。ギム・ゲネンの活躍。物語での初登場は第1話「招かざる者より」。
本機の基本のカラーリングはイエローブラウン。なお、機体の特性としてなのか、搭乗者の能力なのかは不明であるが、搭乗者のオーラ力の特性によって広角の色が違う機体が見られた。そのため、アマルガン機は赤色、キキとヘベの機体は緑色、リュクス機は白色となっている。本機のイメージは、カブトムシをイメージしてデザインされており、ややずんぐりとした形状が特徴。戦闘だけでなく、さまざまな作業に役立つ姿が確認できる。基本的には、北条軍との戦闘で反乱軍が主力機として運用した。ただし、北条軍の機体よりも性能が劣るため、奇襲攻撃を仕掛けたり、あり合わせの機銃や砲を用いて戦っている。オーラバトラーに機銃を使わせるな！なおこれらは、オーラシップの武装の流用とのこと。劇中では、地上へと出るために、オーラロードを通ったことで発熱症状を起こしたギムゲネンを冷却する養生士の姿も確認できる。羽を外に出そうとしているのは、オーラバトラー自身の生体組織が熱に耐えられないため、冷却を行おうとしているのが原因とのこと。その他にも、栄養リキュールと呼ばれる液体を摂取中のギムゲネンも。なおこれは、戦闘準備のために摂取しているだけでなく、発熱症状後にコンディションを整える意味もあったのではないかと推測される。ほら、これで元気になるよ！よし！栄養リキュールを各部へ注入したら刺激するぞ！最後に、本機のデザインは、決定口と初期のデザインが大きく異なっていた。第2口から第3口にかけては、まるで大花王のようなデザインである。そして最終口で、ようやくギムゲネン的な太い手足のデザインとなったが、まだ決定口とは大きく異なるため、いかにデザインが変化した機体かがわかるだろう。以上が、オーラバトラー、ギムゲネンの詳細である。また、姉妹チャンネルでは、ガンダム関連の動画も上げております。最後に、動画作成の励みになりますので、ぜひ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた、別の動画でお会いしましょう。